つだけ食べたんですけど、あと6人前ぐらいかな。まだ残ってて、正直もう2人前で死にそうやねんけど、うん、頑張って食べていきますわ。味変えたかったら。あ、マヨネーズ。美味しいかな。な。お湯が完全に切れてなかったのかもな。でも濃かったらもっとしんどいなるな。ペヤングってこんな味だったかな。16人前。ってことはまあ2人で1人 1.7 とか。え、全員食べれた。すごいな。でもだって1人2人結構バラエティに溢れてる会社やな。みんな仲良さそうや。確かに味は出てくるな。でもまだマヨネーズ使わんとこは常にもう飽きてるもんな、じゃあ、うん、ビールがうまいっすね。だってそれ一人で2つ食うてる人とかいてたよ、YouTube。 え、マジで大食い、大食いもんと。なんて人？いや、もうなんかそういう人が多すぎて分からへんから、そういうの普通に言ってはった。俺の知り合いもなんかやってたわ。ユッキーチャンネルって言うんやけど、あんまバズってなかったな。ユッキーも抜かすわ。これやな。200回か。俺は1000枚とか。マイケル、これしい。全然食べていけないな。あ、そう。うん。全然減ってないな。苦しいとかまだないで。明日また挑戦しますとか言うて、うん、もう途中で応援したらいいじゃん。他の YouTuber の人とか見たんですけど、なんか食べるって疑問で途中で諦めたり、それ根性ないなと思って。僕はいつも精神論とか語ってる方やから食べきろうと思ってます。今多分半分ぐらいいったから、もうちょいでいけるかな。言葉有言実行なんで、うん、苦しなっていいかな。ビールと飲んだら余計あかんな。そう、お腹がすく。いや、まあ、ビール飲まんのも無理やけどな。水でも冷蔵庫入れといて明日も食べれるのかな。賞味期限みたいな。あ、でもな、こんな2日も食べたくはないよな。あ、でもなんか夜みたいななんかあるやな。3人前ぐらいかな。大体1人前はこの2人前。うまいな。あと3人前ぐらいです。だいぶ減ってきたわ。おー、すごいな。いいんちゃうこれ。なんかパンパンやけど。ちょっとそらって言ったらないじゃん。うん、マヨネーズつけて。そろそろ飽きたんで、マヨネーズ入れます。でも余計重たくなりそうやけどな。ん？余計重たくなりそう。あれ、マジかわかんないちゃう。なんか、基本的に。ペヤングって、それ入れてんのよな。ちょっと俺残ってるわね。普通の人かわいいな。うん、たぶん大人数みんなで待ってますとか、そういうこと YouTube で配信しますとか、ネタ要素でした。もうね、だいぶ減ってきましたね。今だいたい1時間ぐらい経ったんじゃない。うん、これを達成したとこで何の意味もないけど、多分達成できますね。
ラストスパート。うん。めっちゃ美味しい。マジで。一口が進まんって感じ。はじめ社長食べきってなかった。うん。細いもんな。一口食べきりました。1時間半ぐらい完食まで。そうですね。正直辛い誕生日祝いでしたね。申し訳ございません。ごちそうさまです。